わかるわ。じゃあこれまず外した方がいいですよね。ファイヤーもダメだとしても、この外しちゃって、あの兵隊を仮につけて、はい、手配してスタンドまで行って、はい、で直してからまた履き替えればいいんだ。Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be.ちょっと緩めてからもう一回上げるから。これだったら都会でスタンドまで行けば早いんでないの？これこのまま都会、あれをこっちに入って15分くらい走ったらもうダメになるよね。そうするとスタンド行ってまだ直して、はい、皆さんこんにちは、北野山伏です。今日はですね、白雲山に来てるんですね。鹿離別湖の六座巡りで、残りちょっと3座残ったらね、来てるんですけど、ちょっとね、今日、ハプニングがありまして、先ほどちょっと登山口に着いたら、他の登山客さんに、あれ？それパンクしてない？つって、車のね、あの、後ろの方のタイヤがパンクしてるに気づいて、急いでその町まで20キロぐらいあるんですけど、そこまで戻って、でその最中にたまたま声かけてもらった方にちょっと直していただいたんですけど、まあそんなこんなでちょっといろいろあって11時半になってしまったんですけど、まあ今日はちょっとね、時間があれば三座巡りたいんですけど、ちょっとね、今から早急に回ってきたいと思います。あー、やっぱ日曜なんでやっぱり結構混んでますね。車結構あるな、結構あります。で、真正面はしっかり別湖見てますね。よいしょ。さあ、行きますか。しっかり別湖の地図、今現在地は周白雲山登山口。よいしょ。これ登ってって、まず白雲山登って、これはなんていうんだ、岩石山で展望山で最後くるーって回って現在地戻るって感じですね。行ってきたいと思います。今日はハプニングですね、いろいろと。もうなんか北見ってところからここまで来たんですね。2時間ぐらいなんですけど、なんか足幌って、まあその初山千春の故郷あるんですけど、まあそこぐらいからなんか音おかしいなみたいなことずっと思ってて、なんか最近なんかもうエンジンもね、バッテリー上がったりして、なんかもうダメなのかな、バッテリーでとか思ってたんですけど、着いたらなんか登山客になんかそれパンクしてるよみたいな感じ言われて、でいややばいっすねみたいな。で自分全然準備とかしないから、一応スペアのその冬タイヤだけ一つ乗せてて、でなんだろう、あの交換する器具とかも用意してなかったんですね。まあそれダメなんですけど、全く持って、それでいややばいやばいと思ってじゃあ街戻ろうって言ったんですけど、登山口から街まで20キロ以上あるんですよね。はい、これどうしようと思って、パンクしてこのまま間に合うのみたいな、ちょっと JAF 呼ぶみたいな、そういうことをちょっと考えましたね今日は。たまたまなんかもともと結構運がいいか知らないけど、なんかやばいなと思った時っていつもなんか自分助かっちゃうっていう、なんか運命にあるんですね。うん、だから今回もなんか走ってたらなんか農家さんみたいな人に声かけられて、それ大丈夫なのみたいな、
まあ、優しい方多いと思うんですけど、それでなんか農家さんみたいな人にいや直してもらったっていうまあ経緯ですね。まあちょっと詳細はまたこれちょっと次動画載せようかな。ちょっとどんな感じだったかどうぞ。やはりね、しかり別湖6座巡り4座目ですけど、まあほとんど地理的には一緒のような場所にあるんで、もうなんか雰囲気はもうそっくりですね。東ヌプカワシヌプリにもあのエゾナキウサギがいるっていうのは有名なんですけど、なんかね白雲山にもエゾナキウサギいるみたいなのをヤマップで見たんで、今日ね幸運だったら会えますねこれは。あ、いたた、ちょっとね石がガツガツしてて歩きにくいっすね、初っ端から。いや、捻挫でやっぱ2週間登山やっぱ休んでたんで、やっぱ今日もやっぱり捻挫は避けたいなと思ってます。やっぱりその登山する前の準備体操っていうか多分大事なんですけど、今日もやっぱり時間がつって結局準備体操も全然ろくにできなかったんで、やっぱり連鎖してんだなとは感じてます。ちょうどなんか平らっぽいとこにやっと来て、ほとんど道のなんか雰囲気変わんないんですけど、ようやく白雲山あと半分ってとこっすかね。ちょっとね遅い時間に来てるんで、まあほとんど人と会わないんですけど、展望はこんな感じですね。うん、稜線的なとこっすかね今。まあその木々の隙間からは、まあ、十勝平野が結構一望できる感じで、でも基本的に生い茂ってるんで、まあ総じて然別湖の六座は多分そんな景色的にはまああんま絶景ってとか少ないかもしれないですね。まあ訓練として六座巡りどんぐらいだろう、32キロぐらいあるのかな、降りて下って降りて下って六座をやるっていうトレーニングでいいかもしれないですね。まあその東雲湖っていうのがまああるんですけど、その奥の方に今日行く、そこは日本あの北海道三大飛行かなのうちの一つで、まあ登山しないといけない場所で、車ではまあ車だけではちょっと。いや、霧でね、結構ね、滑りやすいんですよね。ツルツルっすね。なんせ木の根っこがこう、生い茂ってるんで、登山口。結構滑りやすいっすね。白雲山の方行っちゃったんですよね。あの、難しいんですけど、士幌川方面の登山口に一回戻って、降りてから岩石山をまた登らないといけないっていう、ちょっとね複雑なルートなんですよね。ちょっと白雲山の方一回行っちゃって体力消耗してまた今下ってる最中なんですけど、ちょっと今日は忙しいですね、いろいろと。本当に岩石山っていう名のと
うわやばいっすね、これは怪我しますね。片手で一眼レフ持ってんのがもう怖くて。わ、人いる。あれ、ザックはあるみたいですね。ザックはあるけど人がいないって今日は怖い。ザックはあるけど人がいないって怖いですね。杉山これ結構ね、あの足元グラグラな岩がいっぱいあって危ないですね。本当に結構標高は全然低いんですけど、あとは何ですかね、花、白い花、これ岩の なんか岩なんちゃらっていうなんか花ですよね。この白い花、本当天国見ててブワーって広がってます。危ない。いや危ないですね。いや一生危ない。いや結構石ぐちゃぐちゃしてて、ここいやもう今日は登山者いないんでいいんですけど、なんかここめっちゃ緩いですね。ここ危ないですね。一瞬ちょっと雪崩みたいなの来たんで、石の、まあ、登山者少ないんで、少ないというかいないんでね、まああれ大丈夫なんですけど、これは結構危ないですね。Tinsel hangs from every corner, the herbs, Christmas lights. 着きました。岩槻山。その名の通り岩槻だらけです。こっちは八甲山方面。あ、なんか行ったんですか。